で発表後当たったね。 DS 版多分移植はあの PS 版じゃなくて DS 版から。でも私の最初の反応はそっか作ってたのか、まあまあね。でも3つとも買おうと安くなるみたいな。まあ私そもそもてっきりそんな一気に発表するからてっきりやっぱり逆転裁判みたいな、逆転裁判ワンツースリーみたいな感じで全部入りなかと思ったよ。本当に本当にそう思った。でちょっとわ結局最後まで気になったな。ちょっと気になったのは立ち絵の距離感で4の距離感になってて、まあまあ上半身しか見ななな上半身しか見れないから、例えばあの海デートの時この男ども四季様の水着見れなくて見れなくねって思ったね。このあのヒョウ柄のブレムーブーメラン見れないの惜しくない、ネタ的にもいろんないろんないろんなねいろんな意味でそれ絶対惜しいよ。あれ絶対一見の価値あるのに、あまあそのなんかやっぱりスイッチ版のなんか実況配信を見ててめちゃため息出るわ。なんかどっかの配信でなんかめっちゃこの四季様の水着なんかすごいんだよねって、なんか多分その人多分キープレイなのに見なんか言ったら見れないじゃんみたいな、あなんか私も見ててあため息出た。なんでこうなったんだろうな。やっぱ丁寧さがないわ本当に。やっぱりまあ多分この後どっかのどこかの日に書いたんだけど、この GS3 の DS 版の方がめっちゃ丁寧だったわ絶対。でそのでもさあ、じゃあそのスイッチ版の GS3 は DS 版の移植だからじゃあ同じように丁寧なのかと思ったら違うんだよ、削除されたんだよ DS 版 GS3 の丁寧だった部分が。そのまあその距離感的にあのいつもの距離感ならさ、 DS はその2画面になってそのだいたいキャラクターが右に来た時はスキンシップ用だから近いんですよ。その時は水着見れないんですよその男の水着で、時なんか左に行く時はちょっと距離が遠いから左にいる時は水着見れるんだよ。つまりちょっと透明の立ち絵もあるんですよね。でもなぜか私まだ実はスイッチ版の GS3 はまだ買ってないけど、だから配信とかで見たけど、もともと DS 版はさその海に行く時本当にわざわざ男の水着を見せてからその透明の立ち絵をまず見せてから近い立ち絵になったんですよ。つまりその透明の時は何もセリフないよ本当に見せるだけ。なんかその本当につまりそのせっかく描いたその水着の立ち絵をちゃんと見せてるのに、なぜかスイッチ版だとその見せる時の立ち絵をカットしたんだよ。そのもともと本当にちゃんと移植忠実に移植するならまず透明の立ち絵を見せてから近づくのに、スイッチ版だとなんか削除されたんだよ。なんかもともとあるものをなんかスキップして何って思ったね。だからスイッチ版は男の水着見れない、基本的に。まあ、なぜか日比谷のは見れない、あの見れたけどね、日比谷だけなんか比率が違っててなんかこれね、なんかまあその発表のその動画、まあ、配信なんかあれ録画ね、あれね、まあまあまあその最後なんか Q&A 質問があるけど、全然なんか私が聞きたいことが何も書いてなかった。結局私が EBS 一番気になってたのに、 DS 版のままだったら残念 EBS になっちゃうけど、なんかだってその発表したらあのハスミと同じようにそのハスミあの DS 版だけどハスミはいるっていうことは、一応そりゃ頑張れば何でも輸入できるじゃん。あのつまり別に権利の問題ない、そもそも元自分の会社のゲームだから、あなんかこれ PSP 版その PSP で出したキャラだとあのなんか任天堂のゲームに出せないみたいなこともないじゃん。だから PS2 版のものを輸入していいのに何もしない
もともとあるものを何とかして入れてよ、新しく取れとか言ってないのに、なんかちゃんと頑張らなきゃ。その今はもう作れないのもいいよ、でも昔のままのものをちゃんと移植してくれって思ったわ。難しいかもしれないけど、それが仕事だろう。そもそも移植なんかゲームなんか、まあまあまあ、そんななんかなんていうかさ、もう高画質なんか本当にただただ単に画面を高画質にしただけのゲーム、私が最近にやったプリンセスメーカーがほぼそんな感じ。その書き直されてる絵以外はもうほぼ昔のまま。それでいいよ、その PS 版の昔のままでいいよ。何も本当になんかエミューで遊ぶ時みたいに、そういうなんか超ベタ移植でいいのに、なんか超ベタ移植の方がいいよ、そもそも。なんか改変されなくてさ、ちゃんとして EBS もあるからさ。 DS 版のままだと1と2の女友達にも名前呼ばれなくなる。しかも好き状態になった後の名前呼び変化もなくなる。いや、はずき以外、はずきもダメ。はずきも最初から名前呼びになってるから、はずき以外じゃないわ、はずきもだよ。もうこの時移植版のことでめちゃめちゃ書いた。公式見たら3の立ち絵も本当に DS 版のままだし、 PSP 版の新システムはないってはっきり書いてあるし、あれだけ DS 版の、まあ違うのにな、全然 DS 版のままって強調してて、でもハスミはいるってわざわざ宣伝したから、まあまあマジで DS 版のままだろうな。まあ、だから PS 版のような EBS はやはりないだろう。あれは宣伝してただろう。だからその例えば PB のところでミナコとか呼んでたろう、そのちゃんとした名前。あ、まあミナコは普通の名前だから、その EBS なくても呼べるだろうけど、まあこれがね確定でいいこと。移植版の ある1と2の DS 版の移植版があることに関して、まあこれも何回も言ったけど、一番いいと思った点は、もともと DS 版用に新録された音声は DS の音質でしか聞けなかったけど、ちゃんとやっとちゃんとした音質で世に出たことがとてもいい。でも実際は多分当時の技術の問題、 DS2 からそもそも DS 版 の時点で音質相当良くなったのに、 DS1 の DS 版だけ声の音質がゴミなんだよね、正直。で実はスイッチ版もそのなんかめちゃめちゃ変になんかガビガビになってる音声、 DS 版の音声そのまま使ってるから、だからゴミ音声のままなんだよね。まあ私はもう PS2 版の音声使ってくれと思ったね。そういえばセリフの枠の色が全部オレンジ色なの、なぜ DS 版はそうじゃなかったよね。まあ色は変えれるだろうけど、デフォの色がオレンジなのは違和感ある。まあそこもね、なんか愛がないんだよね。セリフの枠の色を変えるなんて簡単なのに、デフォルトの色の設定を、例えば1はデフォルトの色が緑色とか、それはめちゃめちゃ簡単なことなのに、それすらもやる余裕がない。多分前発売後も不具合だらけだったけど、多分発売前はもっとひどかった。多分めちゃめちゃなんかめちゃめちゃブラックな感じで、発売前は多分もっとなんか、発売前というかその制作期間は多分もっと大変だった。多分だからこんなそのちゃんとセリフの枠の色を各シリーズに合わせて、いやでもこれほぼ一瞬でできることなのに愛がないんだよな。その違和感感じない、違和感、その全部がオレンジ色でも違和感を感じないのはさすがに愛がないわ。いやこれ何回も言ってる、親友モードに関して私は可愛い男の子が苦しめるのを見るのは、まあ、基本的に好きだけど、まあでもな、まあ親友モードの私にとっての良くないところが主人公だから、まあまあまあその主人公の質問が地雷だから、男の子の返答もちょっと地雷な時あるけど、いい時のもある。まあなんか肝心なの、私主人公がそういう質問してるのは私にとってめっちゃ地雷。ああこれもまあそうだろうな。いやまあその点からでも
PS2 版が良かったわ。一番昔のちゃんと元祖のときみも GS の味を味わえるのは、これがね、このそもそもこのこれがな、 DS ありきのギミック。その DS 版ならちゃんと顔を隠せるけど、いやそれでも主人公は出しすぎじゃない？なんかやっぱり私はあのイベント、あのスチール好きじゃないわやっぱりなんか萌え中止しすぎ。DS 版の追加イベントの中、森村のは良かったし、三原はなんだっけ、あ、三原のはちょっと私の好みじゃなかったな。あれもちょっと分かりやすくイチャイチャするイベントだったからちょっと好みじゃないけどね。まあ鈴鹿は面白系、あ、まあだからめっちゃ好きだ。騎乗はまあまあ騎乗ファンが好きそう、わからんけど日比谷はなんか野球してるの時のスチル初めてだからまあよかったまあそんなに興味ないけど、ヒムロ、まあ、ヒムロの追加スチルも良かったね。まあでも一番じゃあ結論、ハズキのが一番その主人公がなんか姿出しすぎるところもなんかちょっと減点ポイントだな。そのエンディングの時の主人公なんかあの手がもうギリギリほぼギリ。いやー DS 版のシステムのまま DS 版になかったハスミルートまるまる追加できたのなら PS 版の EBS もいけたんじゃないかな。 DS 版は好感度上昇による呼び方変更、あだ名呼びもなくなったので、1位は絶対 PS 版の EBS がいいんだよな。あとね、まあまあこれは多分プロデューサーのなんか血が違うからね、この GS は正体だけ本家と一番つながってる感じがある。で千春の学校が青木千春ね、隠しキャラが本家初代4、なんか本家初代と本家4の学校だし、なんか昔どっかで見たなんか部活のなんか昔の先輩とか、なんかゲーム本編じゃないよ、ゲーム本編そんなことを話さないけど、なんかなんかファンブックみたいな、なんかそういうのなんかどっかで見た気がするんだよね。ひもゆいなのことをちょっと言及した千春がなんかあったね。なんかでもなんか GS2 以降はもう本家と関係なくなったね、ほぼ。まあ GS2 はその本家の初代の友達ポジション吉尾の声優さんがその攻略対象やってるけど、いや この現象本当にある。今だとむしろ本家のこと知らない人もいる。まあ本家あまりにも出してないからな、新作なんか。ときめもイコール乙女ゲームで思ってる人見かけたことがある。あと例えば GS ファンの中で GS4 のオフ、 GS4 じゃなくてときめも4と呼んでる人も多いし、まあファンの中、まあファン以外はまあしょうがないけど、ファンでも呼ぶのはちょっと良くないんじゃない、まあ良くない、なんかいろいろややこしいからやめた方がいいと思ってる。あとこの配信者さんもね、配信のなんかタイトルがときめも4をやるとか、違うよ、そのあなたがやってるのはときめも4じゃないみたいな、これ本当によくあったこういうこと。あ、これさっき言ったあの好き状態になった後の名前呼び変化もなくなる葉月以外って書いてあったけど、 DS 版は葉月も佐伯も最初から名前呼びになってる。わあ、そう、あ、まあ何回も言ったけど、まあ移植についていろいろ語ってた時ね、なんそれはなんとか PS2 版の EBS を移植してほしかったわ。どうしてもハスミを追加できるんだったらもう EBS もいけたんじゃねえって思っちゃう。絶対容量の問題じゃないだろう。なんか本当に現代のゲーム機をなめてた人いたわ。なんかスイッチ版多分容量が足りないからスイッチをなんだと思ってる、なんか20年前のゲーム機より容量足りないことありえないから、なんでなんかスイッチをただのなんか昔のゲーム機だと思ってるんじゃない、なんか誤解激しすぎるよなやる気じゃない、何の問題だろう。だってなんかやる気と、なんかかあまりにも 急増急いで作ったから、多分めちゃめちゃなんか急いで作ってて雑だから、雑になっちゃったから、そんななんか多分なんか
バグだらけで頑張って修正しただけでもう大変大変すぎだから、そんなもっと完璧にするとか PS2 版の一番いいなんかすごい要素をちゃんと移植するとか、そこまで手が回らなかったんだろうな。これいろいろある。あの PS 版2版にしかな、これもなんかショート動画にしたね。このその GS1 の PS2 版のなんかスイッチ版の比較、やりたいというより資料として買っておきたい感じだから、もうちょっと安くなるセット売りがあったらよかったんだけどな。まあセット売りがないから3はちょっとスルーしちゃったね。女攻め好き的にはさ、その大接近の二択会話っていうのがあって、あれは取っておきたい。で4は数減らされて、で昔は 10パターンくらいあったけど、4はなんか何どこを減らしてんのって感じだけど、まあときめちず結構2の人しか知らないことが多い。あの二択会話多分マニアしか知らない。そもそもときめき会話ってやつも本当ただの一部のファンの間では常識だけど、ほとんどのプレイヤー知らん。その1から3を全部プレイした、まあさっき結構言及したもう某有名実況者さんも最後まで知らないし、あんなに調べたのに結局ときめき会話知らんよな。知ってたら絶対結構なんかいろいろエンディングの条件見た時にこの分かってたら 見るだろうときめき会話。大体なんか一回行ったことある場所は行きたがらないんだよねみんな。だからなかなか3回行かない。しかもまあ例えば GS1 だとその一番ときめき会話になる選択肢が選びにくい場合もあるからね、まあ、だからね、そもそもねこれ親友モードまるで目玉のように言うけど、知らない人にとってはめちゃめちゃマニアックなんだよね。だって狙ってないとあんまり見れない。あ、私が見たねその意図せずにその親友イベントを起こしたなんか私が見た配信結構、まあ、2,3 人いたけど、まあ、全員親友モードに入らなかったね。マニアックなモードだったんだよね。結局狙ってないと出れなんか見れないから、まあ、誰も知らない。あ無駄な希望を抱いちゃったね。なんか動画の下のコメントのおかげで気づいたけど2のチョコ作りが、まあ1もそうだね、完全に PS2 版仕様だ。じゃあ PS2 版の EBS もくれ。ほら PS2 版の要素作れるじゃん。じゃあ EBS くれ。あまあ DS 版のそのチョコ作りはタッチペン操作じゃないとさすがに難しいから、だからそういう操作面は PS2 版に合わせる場合もあるってことだよね。じゃあ EBS も入れてくれ。一番欲しい要素 EBS。スーパーチャージャー最高も DS 版のイベントだったね。まあ、まるで題名、ああ、これがね、なんか、結構、まあ、なんかちょっとネタみたいな、これ言いたくなるじゃん、なんか。これが、実は GS2 は、PS2 版はそこまで売れてないけど、DS 版が爆売れしたんだよね、GS2。まあ、まあ、だからまあ合ってるからね、この DS を持ってる層と合ってるから、ときめも GS っていうゲームはあまりにも誤解してる。なんか名前呼びのボイスを新録しないとダメみたいな、いやそのまま移植しろって言ってるのに、某逆転裁判のように全部1から3まで全部入りだったら一番理想だったな。あともっと売れそう、さすがにそのちゃんと安かったらね。まあ多分時間経てば半額とかになるんだろうけどね。でも私は結局発売前に全部買っちゃうか、まあ全部じゃなかったね。遊ぶのは多分1から 1と2メインに遊ぶけど、正直3ももうその去年の時点で12年前のゲームだし、で1は21年前のゲーム、その去年ね。だからその HD リマスター版とはいえさすがにちょっと高いね。でも私ちょっと調べたんだよね、他のそのこういう昔のゲームのリメイク版のスイッチ版の価格を調べてみたらさ、ある RPG のこの1から1と2のパック同時セット売りはこれだった。いや
そのね、だからときめもやっぱり高いよ。まあ乙女ゲームだしな、多分値段高くないと生きていけないかもしれない。公式サイト、基本的なシステムやストーリーは DS 版のまま。基本的でどこまでなのか、結局違うじゃん。好感度が上がる仕組み、それはダメだろ。お前 GS4 を流用してるって書いとけ。あのスクショで、あのミニゲームの一部、ミニゲームが一部 PS2 版仕様だってのが分かったし、じゃあ DS 版の、もともとの DS 版と違う部分、私はどんな細かいことでも教えてほしい人。教えてほしかったわ。もう全部明記してほしい。あ、これも結構なんか言ったことある気がするな。スレイの天使悪魔システム、まあ、公式名称誰も知らんけど、気まぐれプレイについての、まあ、私の昔からの感想ね。コンセプトは100点、こういうのがいい。この普段の選択によって主人公の性格が天使、普通、小悪魔の3つになるというのは、まあ、自由度があるのはこの私が好むやつでも、このあんまりにも内容がおかしいから、だから結局40点くらい。まずイベント、このこれはシステムの問題、なんかミスしたかもしれない。このイベントの条件もおかしい。その何回も思ってるけど、このイベントの好感度条件がおかしくて、有効状態なのにほぼカップルみたいになるみたいな現象が起きる。そのレベル3の電話カップルなのに、であれ確か有効状態ならかけて、なんか有、なんかなぜか好感度の条件が好き状態じゃなくて有効状態なんだよね。なんか1から4まであるけど、この内容自体があんまりその段階性がなくて、そのなんか最初からなんかめちゃ、なんでそんなカップルみたいになるみたいな、いきなり、あとさ、レベル1のイベントがなんでいきなりこんな有効的になることもあるから、何も知らないプレイヤー にはなんか変なイベントだと思われるんだよね。結構 PSP 版の GS3 の実況を見たことあるけど、大体なんか、なんなん、なんだこれ、何このイベントみたいな反応、その反応された時点でちょっと良くないけどね。だってこの普通状態でも起きる、つまり初対面の次の日にいきなりなんかめちゃめちゃ親し、あの慣れ慣れしく話しかけられたら、それはおかしいだろう。でも大体は主人公がいきなり変になるから、あんまりにも段階性がなくて、でも本当にそう。あと正直、まあまあまあ、イベントその内容、そもそもがその好き嫌い分かれそうな感じだから、まあ、そもそも私この狙いすぎ感、基本あまりこの多分好み分かれると思ってるんだよね。まあ主に例えばなんか部屋デートの時のその会話がね、なんかそっち方向に行ったか、まあさすがにね。まあ個人的な、まあ、これ当時めちゃめちゃ昔にあのブログで感想を書いたわ。一部の小悪魔イベントは好みなのもあるけど、でもな、そうなると私は逆にこの結局小悪魔レベルマックスになっても、この多くのイベントで主人公が結局ウケウケしくなるのにめっちゃ泣いた。3主人公めっちゃもうもう言ってめっちゃからかわれるから、もうその一部のイベントでだけいきなり表現してもむしろちょっと気になる。なんかやっぱり私一貫性となんか整合性がないことをあまり好きじゃないから、まあ結局あれ後付けだからさ、それは整合性取れないだろうな。まあただ一部のイベントで主人公がいきなり豹変するだけのイベント。まあコンセプトは良かったけどね、内容が残念なんだよね。いきなり主人公がハートを語尾につけまくるとか、いきなりなんか女王様な、確かウカとかかなって呼ばれるとか、なんか私はあんまりそういうのネタ扱いしてる感じは激しく嫌い。なんかこれがこの女王様かっこ笑いがもうなんか BL って言うとゲイかっこ笑いな感じじゃん。 あまりにも地雷じゃん。まあ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 、いやまあコンセプトが良かったけどな。その内容誰なんか内容があまりにもあれだから、いやまあなんかちょっともっとさ、なんかなんていうかさ、ちょっと控えめな感じにできないみたいな。そのなんかちゃんとしたなんかちょっとしたレベル1ならさ、なんかそんな本当にちょっとした感じの
主人公ちょっと SK あるんじゃないくらいな感じの会話でよくない？なんかなのにいきなりなんかいきなりなんか女王様とか言われてもはぁってなんだよな段階なんかなんで徐々にじゃなかったんだろういや去年の年末まで見るつもりだけどいやこれを最後にしようこの2024年になったから最近 GS 関連の自分のポストを見返して4のインタビューでキャラを紹介するときまあまあこのなんかその中の人のインタビューの時にそのキャラクターどういうキャラクターですかこれはみたいなことを聞くじゃん大体だその時かわいいそういうかわいい系のキャラもなんか男らしさを見せるみたいな紹介めっちゃ多かったからさその突然このワンなんかあこれは雑誌のことかななんか雑誌で見たその中の人のインタビューの話ね私はそのなんか例えば本田もねで突然ワンの森林の森村咲也の中の人のインタビューを思い出したこの昔なんか羽ばたきウォッチャーの本ね買ったわその攻め系アピールはなくそういうタイプの男の子が好きな人向けみたいなこと書いてあった、まあ、この時はうろ覚えこのだからこの後ちょっと探しただから当時の羽ばたきウォッチャーを探し出してちょっと撮っておいた本だからいやなんかこのある現象があるそのむしろ昔のゲームの方が固定観念にとらわれてない時があるよねその今だとなんか乙女ゲームでそういうもんでしょうみたいな感じでなんか男キャラが同じような感じ全員ホストかみたいななんか罠に陥るけどただその昔だとどういうのが乙女ゲームかそもそもまだ固まってないからこその自由なキャラクターそのなんかデザインだったねこれでいいんだよそのなんかそんな私が一番嫌いななんかこの嫌いだから私にとってはめちゃめちゃ嫌いになるなんか女はこれこれがこういうのが好きだからこれこれこういう感じのイベントもいらないとそういうのじゃなくてそのタイプが好きな人もいてそのタイプが好きな人にもっと好きになってもらった方が絶対いいよこのまあ森村はこういうポジションなんだからそれを前面に押し出すみたいなその恋愛シミュレーションゲームで女の子が自分の好きな男の子のタイプを選ぶ場合それぞれの方向性に特化したキャラクターの方が感情移入しやすいまあ感じその好きになりやすいじゃんそのつまりそのキャラクターに似合わない部分を切り捨ててしまって森村に似合わない部分は切り捨ててしまうその森村というタイプの子を気に入ってくれている女の子は素直にもっと好きになってもらえるんじゃないそれだよいや今のなんか乙女ゲームに出てくるこのまあ要はちょっとなんか控えめな系のキャラクターってそれが足りないなんかあまりにもとらわれすぎてるこのこういうキャラだから絶対なんかちゃんと男らしい一面のも見せなきゃみたいなそういうのにとらわれすぎてるまあそれ森村も一応なんか桜井ペンドあるけどあれは最後倒れたからまあまあまあかなまあ一応囚われてはいるかな最初から最後までいやでも日比谷は囚われてなんかなくないなんかちゃんと最後までかっこよくなかったしちゃんとねだからまあやっぱり昔の方が自由だったよねなんかまあこういう意味でねなんかこと乙女ゲームのキャラクターの造形においてはそのアンジェリークも一番正体のキャラクターの方がなんかそのなんか全員ホスト化みたいな現象にあんまりならないそのなんていうか昔の方がなんかちゃんと違うタイプのキャラ男と男性キャラクターを作ろうという感じがしてなんか今ちょっとなんかギャップ萌えを頼りにしすぎてないな感じがするななんかギャップがあればあるほどいいみたいななんかギャップ萌えなんか競争みたいななんかねそうこれがあったね、まあ、今回これここまでにするかこれかこれがね本当にまあ4なんてもうそなんかそれじゃん
プがな、まあ、一見いろんなタイプいるけど、これがなんか義務キスのなんか弊害だよ。義務キスがあるからなんか最後なんかどんなキャラも、ま、前は本当はなんかちょっと照れたりする普段爽やかなサッサもいきなりホスト化するもん。私はあれがホスト化の極みって思ったね。そのキスする前のなんかいきなり変にささやき声でなんか言う、あサッサ見たくなかったわ。あれさえやればどんな女も好きみたいな感じで、なんかあれサッサに似合わねえの、うん、もういやそれをやるキャラいてもいいけど、なんでなんか全員が全員そうなっちゃうの。ホンダでさえも変に低い声でささやくじゃん。あれさすがにうわーうわーになったわ。ほぼなんか全部あれなんか変なんだよね。義務キスシステムのせいで GS3 の平健太でさえも絶対そういうことしなそうなキャラ設定なのに、義務キスシステムのせいでいきなりなんかキスしようとして、なんかあれあそこはカットした方がいいよ。あれはなかったことにした方がいい。平は可愛いままでいていいのに、なんかやっぱりなんかな、いやなんか偏見にとらわれてるな。いやこれ戻るけど、まあ最後だけど、いやこれが本当にめちゃめちゃ多いよ。このインタビュー、この声優さんのインタビューで、あどういうキャラですかっていう、こうそこが私が一番注目してるポイントで、そういう時に大体声優さんなんか一見おとなしい子だけど、まあ、ちゃんと男らしい一面もあってみたいな、なんか大体そう言われるから、ああまたそうな、なんか何も期待できない。なんかこれときめき GS の話じゃないけど、なんかあるゲームの なんかスカートを着てる、まあ、今は全然珍しくないじゃん、スカートを着てる乙女ゲームのキャラクター。大体全部そういう可愛い服着ていても本当は男らしい一面もあるじゃん。そうじゃなかった場合ある？なんか今までの乙女ゲームで、だから何も珍しくないのに、つい最近近年ね、まあ、あるシリーズの新作で、一般ゲームだけど恋愛要素もある一般ゲームで、なんかスカートとかそういう本当にかめちゃめちゃ可愛い格好をしてる男性キャラがいて、でその可愛い服を着た新しい男性キャラが出た時に、まあ要はそのキャラの声優さんがなんか X で一見可愛いけど実はだから安心してくださいみたいな、安心できねえよっていうか、むしろちょっと変じゃない、もうまるでこれはすごいことのように、あ実は可愛いけど実は可愛いだけじゃないんだよって、何になんかまるですごいことのように言ってるけど、そんなんみんなそうだからなんかそうじゃない場合ある、そうじゃない場合の方が珍しいからそっちの方を教えてくれな感じという気持ちになるわ、毎回そういうのを見ると、まあ、そういう感じのね、なんかそういういろんな感じ、なんかあ、ま、あのちょっと消極的なキャラだけど実はみたいな言うじゃん。なんか恋愛要素のある男性キャラクター、可愛い系の男性キャラクターがめちゃめちゃそう言われるけど、なんか私にとってはもうあの最後まで可愛い場合だけあのお知らせした方がいいって思ってるだって絶対最後まで可愛い、その可愛いままじゃないじゃん。じゃあ言う意味ある？なんかむしろ最後まで可愛いだけの方が超レアというか、もう存在すら危ういのに、なんでわざわざ可愛いだけじゃないのっていうの大体可愛いだけじゃないのに、今までの常識的にまあ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 、ギャップ萌えが覇権しすぎてね、女攻めにも影響されてるだけ、その女攻めも好きな人の中では、まあ私からしたらまあただのギャップ萌えなら何でもいい派じゃないなんかやっぱりギャップ萌えが好きの人気が高すぎる。女攻めにとって、そういう人にとって結構女攻めってただのスパイスなんだよねだってギャップさえあれば何でもいいじゃん、そういうの大体。じゃあただのなんか前置きに使われたわ、その女攻めがね。まあまあまあ今回ここまでめっちゃ
めっちゃ深夜だけど、まあまあまあ